こんにちは。建築家の竹内と申しますえ横浜に事務所があって山形にある東北芸術工科大学というところでえ建築と環境を教えています専門は建築のデザインですえ建築のデザイナーがなんでここでエネルギーの話をするんだということを思われた方がいっぱいいらっしゃるかもしれませんえ僕も最初はエコだとかエネルギーだとか 僕には関係ないいものだと思っていましたそうは言ってもですねいろいろな学校の活動の中で山形のの大学の中にエコハウスを建てます最初はカーボンニュートラルハウスということでですね二酸化炭素を出さない家先ほどの蟹澤先生のお話にもありましたけれどもどうしたら化石燃料を使わないで二酸化炭素を出さないでそういった家が作れるのかということを 研究していました。実際作りました。で、えー、その作った直後はですね、あこんなこんな感じなんだなっていうことが、えー、実感としてはよくわかりませんでした。でも、えー、東日本大震災の3月11日を迎えて、そこに対する認識は大きく変わりました。山形は東北の中では比較的被害が少ないところです。えー、海もありませんし、えー、揺れもそんなに大きくなかった。 でも2日間停電しました2日間停電すると皆さんは多分東北の方なのですぐに2日間停電したらどうなるかということは想像がつくと思います2日間停電すると携帯電話が使えません暖房もつきません結局みんなどうしてたかというと家の中の布団にくるまってどうしたらいいのかな早く停電回復しないかなと思ってましたところがこのエコハウスは違いました このエコハウスは18度の気温室温を保ったまま2日間何の問題もなく学生たたちを受け入れました僕は横浜にいたのでどうしているかと思ってなかなか連絡が取れなくてすごくイライラしてたのを覚えてるんですけれども学生の一人一人がの安否が分かってだいぶ安心して。 その後でエコハウスの話を聞いて壊れなくてよかったなと思ったらそれだけじゃありませんそこに学生がみんな集まっていてコーヒー飲んで沸かしてたコーヒー沸かして飲んでた楽しんでたという話を聞きましたどういうことかというとエコハウスは断熱性が優れているので熱が外に逃げません熱が外に逃げないだけではなくて3月の ちょっと弱いですけれども暖かな南の日差しを受けて自分でその熱を取り入れて18度という気温をキープしてたんです。それを聞いてあこれは単なるエネルギーの問題というよりは自分たちが社会の中でどういうふうに関われるかとエネルギーっていうのはもっと身近なものであるべきだし僕たちがもっと身近に考えるべきことだなというふうに思いました。 それでエコハウスからエネルギーへということをテーマに今日は話したいと思います。まあこのエネルギーですけれどもなかなか身近なものにはならないと思います。だけどちょっと考えてください。皆さん寒くなったらセーター着ますよね。セーター何のために着るかっていうと、えっ、ー、と自分の体の中にある熱エネルギーが外に逃げていかないように自分に帰ってくるように。 建築的に言うとですね、断熱材を着ているのと同じなんです。そういった考え方をしていくとエネルギーも身近なものになっていくんじゃないかなと思います。まあそういった形でですね、今日はその話をしていきたいと思います。えー、もう一つ、えー、今はですね、農業革命、産業革命、IT 革命でそれに続く第四の革命の時期だと言われています。農業革命では。 生産性が大きくなって人口が急激に増えます産業革命では300年前と先ほどお話がありましたけれども人々は機械を作り鉄道を作り空に飛び移動が自由になりましたで IT 革命ではそういったコンピューターを作りコンピューターで人々がつながれるようになりましたでその後の再生可能エネルギーの革命だというふうに言われています 再生可能エネルギーっていうのは太陽光発電であるとかそこの写真にあるように風力であるとか非常に気ままな偏ったものを使いますので当てにならないよという人がいるかもしれないですけれども技術は確実に進んでいますその少ない気ままなエネルギーをどうやって生かしていくことができるかっていうことを考えることが大事です。 今度ですね家に話は戻ります大きな話とちっちゃな話を行ったり来たりするのでややこしいんですけれどもついてきてくださいエネルギーからそう,そういう形で家を作っていくときにエネルギーから自立した家が可能かということが非常に大事なテーマになります実はエネルギー家はすごくたくさんのエネルギーを使っているんですがそれをできるだけ使わないようにするそれだけではなくてそこに 再生可能エネルギーを使って何とかエネルギーを作り出す家を作りたいなというのが、えー、大きな話です。えっ、ー、と今はですねこんな感じになってます。再生可能エネルギーで作られている電力というのはわずか3.2％、大規模水力と合わせても自然エネルギーというのは9％だけです。えっ、ー、とそれを全部これで賄えるかというのはすぐには無理です。すぐには無理ですがまずできることがあります。 それはこのポジワット発電ネガワット節電って書いてありますけど節電することができます節電をすることによってまあ、そもそも必要な量を減らしていってさらにこの再生可能エネルギーを増やしていくっていうことを僕らはしたいと思ってますでその中で大事なのは特に家の役割ですネガワット節電どうやって、えー、ここで使っていかなくなればわざわざ電気を起こす必要はなくなるわけですじゃあどうやっ またもう一つはですね、家庭におけるエネルギーの中で電気は非常に単価が高いんです。で、えっ、ー、と家で使っているエネルギーって大体こんな感じで、暖房、家電、給湯の大体三分の一ずつになります。その中で特に給湯、暖房っていうのは熱を扱っています。熱は扱っているので、えー、熱は熱で、電気は電気でというふうに分けられるのが理想です。理由は簡単で、熱をこうやって作ること 電気で熱を作ることは非常なロスがあります電力があってそれを送電して送ってさらに熱に変換するとなんとこんな半分以下になっちゃいますですので熱は熱で作りたいし電気は電気で使いたいよとそうすると電気が三分の一しか使わなくてよくなります、えー、先人のというかヨーロッパの例を見てみましょう、えー、ヨーロッパではオーストリア えこちらはですねフォアールベルグ地方というスイスにほど近い地方ですけれどもここではもうかなりの率で、えー、自然エネルギーの率が23%ぐらいに達していますなんとですね、えー、と林業を盛んにしていろいろな建物をこういった木造で作っています、えー、これは消防署です日本で消防署が木でできているとなるとちょっと燃えそうで怖い感じがしますけれども えー、みんなの建物はできるだけ木で作ろうということでこういうふうに作っていますこのガラスの中に消防車が入っています2階がこんな感じのギャラリーになっていて地域のコミュニティのための展覧会を行っています全部木ですこれが小学校です谷間に落ちていくところの斜面の途中に立っていますけれども非常にかっこいい建物ですがこの建物も 省エネルギーの建物になっていて、えー、非常に少ないエネルギーで動いていますこれが大観です僕はびっくりしたのは、えー、こういった木の加工しながら現代的ですごくかっこいいなと思いました、えー、林業を盛んにする傍ら出てくるゴミがいっぱいあります産業廃棄物ですがゴミ収集車で集めてこういうふうに貯めてですねこれをエネルギーの元にしています ここまでの絵を簡単に描くとこういう形になります。森があって森から製材をして住宅を作ってそれがまた森に戻っていくもう一つは森が製材をするときに廃棄物を作ってその廃棄物がエネルギーになって住宅に帰ってくる。こういった森を中心というふうに考えます。皆さん振り返ってみてください。 実は日本というのは森林王国なんです日本の国土の67%は森で東北はさらに70%を超えていますこれを利用しない手はないというふうに思いますそのためには先ほど言ったセーターのような断熱材が必要で実際トリプルガラスのこういう窓だったり断熱材を厚く仕込むような壁が必要だったりします これはですねこうやって見るといかついですけれども実際立って見てみるとですねそんなに不思議なことはありません。えー、と秋田県にも同じような仲間の先生がいてですね西方さんというアトリエなんですけれども40坪ぐらいをストーブ1台で OK っていうようなアトリエを作ってますそれも断熱の出せる技です。 そういうことをいろいろ勉強して、えー、僕らは山形にエコハウスを建てました、えー。内装も木でできてます。で、ここまで来て皆さん何かお気づきだと思いませんか。これは実はですね、日本の伝統的なものとほとんど変わらないんです。日本人っていうのは木で家を作るっていう知恵をずっと育んできて、先ほどのオーストリアの例とかを見てても、オーストリアの建築家は 木造の建築って最近始めたばっかりだからどこを見て勉強してるかっていうと日本の方をっっていうようなことをおっしゃってま,した、えー、まあその中ではどういうふうにエネルギーを使うのかという新しい考えを入れて日本の伝統的な木を使うということをしていくとこれから私たちの生活はどんどん豊かにエネルギーを使わないで豊かになっていきます。 実際に一般の方のお宅も建てています、えー、薪ストーブがあって、えー、非常にあったかい空間ですで、こんな家をですね、薪ストーブ1個でやるのは大変だろうと思われるかもしれないですけれどもエネルギー的には、えー、かなり、えー、とこちらの家の方は断熱性が高いので、えー、どんどんあのー、燃えていくわけではないので非常に快適だということです 本当は空気の通り道として作った吹き抜けも、えー、皆さんのコミュニケーションの場所となってます。で最後に、私はこれがあの震災の直後に書いた絵です、えー。こういうふうな形で木造の住宅を使って、東北の地が豊かに、えー、エネルギー的にも使わないような、そういう未来が描ければいいなというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。